はい、続いてネギの定食になります。でネギ苗はやはりねパッと見て大きいようなところからね取ってきます。で、生育のね遅いものについては後回しにします。で玉ねぎの苗同様ねちょっとスコップで割くって、柔らかくなったものを取ります。あ、もうちょっとサクった方がいいな。よいしょ、ちょっと足んなかったね。よいしょ。無理やり引くとね取れちゃう、途中で切れちゃいますんでね、はい、優しくやります。取れるかな、うん、時間はね、たっぷりあるので、小さいものは後回しにしちゃいます。よいしょ。ああ切れちゃった。こういうことがあるからね。失敗しちゃいましたね。逃がした魚は大きい。ね。よいしょ。まあ、こういう小さいのもね一緒に抜けちゃうんですけど、まあ、それも植えちゃいましょう。戻してもしょうがないんで。よいしょ。ちょっと斜めになってな、軽く土かけとこう。よいしょ。ちょっと大胆に起こしましょう。結構3月に入っても一気に大きくなりましたよね。まだまだ小さいなーなんて思ってたのがね。はい、こんな感じでねやっていきます。よいしょ。ちょっと残ったやつは少し土を寄せておきましょう。はい、あーもったいなかったなこれね。よいしょ。じゃあ、ちょっとねカメラ外してね映してみますね。はい、結構ね太いものを優先で取ってます。で中にはね一緒についてきちゃうのもあるんで、それはもうね戻さずに、取っちゃいました。はい、じゃあこれをね今から植えていきます。